さてそれじゃあ今日もみんなでバトル始めていきますか。いちごミルキーさんいる。あ、なんかあの子いたらね、僕テンション上がるんですよ。意外と礼儀正しいんですよ、このキノピコちゃんね、いちごミルキー。さて先に進んでいきますか。これ土管がめっちゃあるけど、ここでよかったのかな。うわ、ちょっと待って、これ落ちるやつじゃん。危ない。いちごミルキーさん一緒に頑張ろうね。よし、で次は、あ、こっち違うのね。じゃあこの左のとこ入ってみよう。あ、そういうこと。え、鍵なんか全部集まったっぽくない？え、ゴールどこ？待って、ゴールどこ？ちょっとゴールは、え、どこそれ？え、なんでみんないるの？さて2戦目もね、いちごミルキーさんいたらいいけど、いないか。いないけどすげえ人いる。ルイージやば。スーパーマリオバトルオンオフキャッスル、これバトル用コースかな。オンオフバトルって書いてたけど、なんか初めてだね、こんな感じのコース。あ、キノコ、待って、キノコちょうだい。ねえ、キノコちょうだいよ。ちょ待って、キノコちょうだい。待って、やった、よし。でこれは、待って、これ、あ、キノピコかわいそうだったね今、見てほら。これ多分誰もオンオフしないよきっと。あ、したした。あ、ちょっと待って、ちょキノピオ、そういうのはやめよ。そういうことか、これオンオフで閉じ込められるのか、これ面白いね。よし、次に渡っていきましょう。よし、これはどうすればいいかな。あ、わかった、これ当たって右に行くっていうわけじゃなさそう。なるほど、これを取るのね。ちょ待って待って、ちょ、キノピオ、キノピオ、ちょ、やばい。よし、オッケー。ちょっと待てい。ちょっと待て、で中間ポイントこっちか。よし、危な、あ、早いな、あのキノピオ。待ってくれ、ん、どうすればいいんだろう。これは上に行けってことかな。なるほど、そういうことか。やった、よし、一人だ。やった、一人じゃん。ちょよし。でこのパウ持ってってるけど大丈夫、これパウ勝ちじゃん。で今のは強いですよ。あ、誰かオフしてくれてる、やった。覚醒、顎顎覚醒してんのかな。プロペラパワー、きっとね、プロペラマリオになっていくんでしょう。一応僕はキノピオだけど、よし、プロペラ、やった、一番最初に取れました。これはチャンス、めっちゃチャンス。そして次はここでもプロペラ、よし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 、これはチャンス。で次は降りてっていいのかな。オッケーオッケーオッケー。でこれ、ここでいい、よしよし、まだ誰もこっち来てないですね。結構チャンスなんじゃないかな。で上、よし。これ勝ち確じゃない、まだかな。いや結構ゴールね、遠いと思うんですよ。まずい、よし、やばい、マリオが迫ってきてる。これはプロペラを取って、よし、こうドリルで頭ドリルですり抜けていこう。ここもドリル、よし、オッケーオッケー、早く、マリオが来るから、マジで早く、マリオ来るから。早く行け、よし。これはどうすればいいの、これは上、え、なんこれ、なるほど、うっそー、ここでラグか、ここでボムがきついな。もう一丁、よし、早く、マリオ来ちゃった。マリオ来ちゃったよ、いや、ちょいちょい、よし。でもマリオね、プロペラ持ってなかったね。なんだこれ、ここでか、ここでボム兵がいるのか、くそー、くそー、来たね。よし、この辺に追っておきましょう。あれ、あれ、こっち、ボム兵で倒せないの、このブラックパック。あ、待って、絶対狙ってくる、よし、バカめ。プロペラを取ってないな、オッケー、これはチャンスでもなかったね。マジでここでボムいるの、ボムじゃない、パウがいるの。一応ね、じゃあ僕取ってきますよね、皆さん取る気なさそうだから取ってきますよ。よし、でここで上に、今見た、ルイージとの共同作業見ました今。ちょっと待って、ちょっと、ルイージ、ルイージ、ちょっと、ルイージ、な
なるほど、これ上に行くのか。行け、ルイージが速い。こっちはダマシか。ちょっと待って、壁ジャンできないのか。よし、上。今度はね、キノピコがめっちゃ速いですね。よし、で、今度も上で、上でしょ。お、めっちゃ速い。ちょっと待って、でもこのコースね、結構長そうだから多分まだ大丈夫だと思うんですよ。なるほど、これは上でいいのかな。違う違う、ここね、ここでね、このパウを持っていかなきゃいけないんだ。よし、ルイージ一緒に行こう。これ2つもいらないでしょ、でも。オッケー、よし、で、このまま上に上がっていく。いけいけいけ、よし、どんどん上がってけ。で、中間ポイント、よし、ゴールはまだめっちゃ長、このコース。待って、これ当たったらね、まずいやつでしょ、きっとね。待って、まずい、まずいまずいまずい、これやられる。スタースター、やった、来た。え、待って、ルイージも取ってんじゃん。一人じゃないのか、これ降りれない。やった、よし、ここでプラプラ取っていく。これ右なんかね、近道だと思うんですけど、近道でもなかったか。ちょっと待って、ルイージ、やったやった、僕もスター取った。よし、でこのまま降りていく。あ、ここは一応そんな、どこ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 、ちょっと待って、ルイージルイージ待って、ちょちょくっ、よし、2番手か。うお、ちょっと待って、これはちょっと待って、プラペラが入るちょっと待って、せめてゴールを、せめてゴールを。うわ、ついよ、一番右の人ついよ。7000超えじゃん。7000超えは僕のね、目指すところなんですよ今。よし、それじゃあ早速やっていきましょう。これはアイテムはもう取らないで上に行こうか。よし、待って、回転ジャンプが邪魔だったな、かなり時間ロスだぞ。で、次は中間ポイント取っておく。え、みんな中間取らないの。え、自信満々だな。え、すごいな。もう上手い人ともなれば中間ポイントもいらないのかな。なるほどね、すごい鋼メンタルさん、さすがだね。あのキノピオとキノピコはね、ピンク S プラスの人だったんですよね。ランク上位の人ともなればもう時間ロスするぐらいだったら中間ポイントも取らないのかな。夜桜、僕の名前はクズオ繋がってるお、1の1。これ1の1ってさ、結構多いですよね、マリオメーカー3で。あ、マリオメーカー3じゃないマリオメーカー2か。でもなんか1の1っぽくないけど、これはうん、1の1と信じていこうか。うお、危な、よし、あ、ちょっと待って、一応4つ目の土管入ってみる。で、これは右に行く。よし、オッケー、このまま右に土管に入る。そしたらゴールかな、ゴールかな、ゴールなのかな。よしやった、全然1の1っぽくないけどゴールあってくれ。うーお、ちょっと待って、よしそれじゃあこれでラストバトルにしたいと思います。さっきと一緒じゃん、1の1。ちょっと作ってる人違うけど、同じコースだったら面白いよね。あ、違うね、やっぱ。まあこれも1の1と信じてね、4つ目の土管を入ってみよっか。よし、で1、2、あ、4つ目の土管とか関係なさそうだね、これ。ここ多分関係ないでしょ。よし、上に行こうか。 OK、 そして次の土管に入る。うわー、待って、うまいな、あの土管に入った瞬間の投げできる人いいよな。よし、あれ僕まだできないと思うんですよ。まあできないと思ってからできないんですけど。よし、 OK、 今しゃがみジャンプ見ました。よし、 OK、 あー、引っかかった。くそ、マリオ待て、マリオ待て、この神の頃が怖くないのか。これを投げつけてやるぜ。あー、ゴールだったこの動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。